みんなで作るマサルボムセンスプロです。さあ今回はですね、大阪大学のまあこれ実は基礎問題なんですけれども、表現できない係数というものを扱っていきたいと思います。これチャートとかフォーカスゴールドにも載っておりますけれども、これとですね、今回ちょっと挑戦状ということで皆さんに宿題をね出したいと思います。あるね、ちょっとまあ定理ではないんですけれども、それを証明できますかという問題でございます。ということでですね、まあ、まずここがね分かるかどうか、そしてここが分かるよって方もですね、この挑戦状にぜひねチャレンジしてみてください。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、まずこいつ、これ意味分かりますか？どのような皮膚整数 MN。 はい、皮膚整数 MN、 これ結構昔のね問題とかでこういう表現ありますけれども、これって言ったらどういうことか分かりますか？皮膚整数負ではないってことは、あ、MN は自然数ですかみたいなね感じで思われる方も多いと思うんですけれども、これは×ですよ。 OK、 皮膚整数負ではない整数ってことは0含まれますからね。つまりこれわざわざね皮膚整数って書くのいやらしいですけれども、0以上の整数ですよねと。 OK、 こういうことを言ってます。じゃあ0以上の MN に対して 3N プラス 5N で表すことができない自然数 X を求めようと。まあどうですかね、客観的になんか表すことができないってどういうことって思うかもしれませんが、基本的にちょっと実験していきましょうか。で、まあ、M と N ありますけれども、まあどっちかをちょっと固定したりとか、ちっちゃい文字で、ね、やりたいので、例えばじゃあ N を固定しましょうか。もし N が0の時、例えば N が0だったらこれどうなるか、まあ、X は、はい、3M となりますかね。 3M となると3M となるってことは、言うたら、まあ、M が0、まあ、自然数なんで、言うたら3、6、9、12、15みたいな3の倍数はこれで全て表されますよね。つまり、まあ、L が0だったら3の倍数は全部表すことができると。 OK、 これはまあ良かったと。はい、じゃあ次、 N がじゃあ1だったらどうなりますか？はい、 N が1の時、これはあくまでも実験ですけれども、 X が、はい、3M プラス5とこうなった時にどうですか？まあ、ここでですね、もしかしたら手が止まるというか、3M プラス5、まあ分かるけれどもみたいな思った方も多いと思いますけれども、まあ X はこれ3の倍数ってありましたよね。じゃあこれって3の倍数ですかっていうと、3の倍数ではなさそう。じゃあ3で割ってどれぐらい余るんですかっていうと、こうなりますから、3で割って2余ると、じゃあこれ M が0とか1とか代入していくと、これどういうことが分かるかっていうと、はい、5、8、11、14みたいな5以上の3で割って2余る数が全部表すことができるということですよね。ってことはこれなんかうまくいけば全部結構表そうな気がしますけれども、じゃあ次、 N が2の時、はい、 N が2の時は X は 3M プラス10、でかいでかい、まあ、こうなりますけども、さっきと同様に考えると結局これ3で割るとですね、なんと1余る。ってことは3の倍数、3で割って2余る、3で割って1余る、全ての整数はどれかに入りますからね。3で割ると0です、1です、2です、もっと3で言うと0か1か2しかないってことはよ、これが3で割ると1で余る、2で余る、0余る、じゃあ全部合わせるんじゃないかなって思った方、よく考えてください。 M はこれ0以上ですよね。ってことは X はこれどうなるかっていうと、10からこうなるわけね。つまりさっき言ったモッドみたいな考えると、モッド3で1、2、0になりますけれども、大きな数はこれで表すことができますよね。ただちっちゃい数、ちっちゃい数はこれ抜けるんじゃないかなっていう予測が立てませんか？特にここにいないやつ、ちょっといないやつってこれ呼んだらどうなります？1いますか？1いません。2いますか？2いません。3いますか？3はここ。4いますか？4いません。5いますか？5いました。6いますか？6いました。7いますか？7はここなんですけど、いない。で8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19になりますから、まずずーっとこのループですよね。こうなればいいと。つまり、まあ、N がね0か1か2だけ固定することで、あとは M を書いていけば表すことができる。ただこいつらだけはちょっと表すことができなさそうっていうことまで分かりましたよね。
なった時に、これさっき実験っていうことにしましたけれども、言うたらね、ここからちゃんと別にあの書けると思っていて、例えば n が0の時っていうと、まあ、x は、モッド3で0、ただ、まあ、x が3以上ですよと。で、次 n が1の時っていうのは x はモッド3で2になります。ただこれが残念なのが x が5以上の時で、n が2の時 x がモッド3で1になります。ただこれが x が10以上の時だから、これ表されることは分かりましたけど、あとはもしかしたらね、 n を例えばなんか他のにして n をね逆に固定したらこれいけるんじゃないかなと思うかもしれませんけれども、もうここまで言ってますよ。n がじゃあ1247表すために頑張ろうとしても、例えば n が0か n が1の時だけですよね。じゃああと m 普通に動かしてみて、一応確かめですけれども、例えば m が 0n が0の時、ちっちゃいやつだけあとやりますよ。この時ってのは x が0なので違います。じゃあ m が1で n が0の時っていうと、もうここと同じになっちゃいます。 x はもう3です。 m がじゃあ0で n が1の時はっていうと、言ったら x は5になります。で、言ったらあとは、まあ、mn が1以上の時っていうのは x っていうのは8以上になります。確かにどう考えてもいろんな視点でやったとしても、絶対ここでも8以上は表せることができます。さっき言ったよね、8、9、10、10、11、11で、ただあとは0、3、5ちっちゃいやつでもこうなります。ということで、やっぱりこの1247だけが表すことができませんでしたというですね、これは正直実験をしていく中で見極める、そういう問題になります。例えば、ね、他にも、例えばこれが 4m プラス 7n とかでも問題できますし、 5m プラス 7n とかでも問題できると思いますが、で、ここで、ね、ちょっとまあこれで終わりって言ってもいいんですけれども、せっかくマスラボ数学得意な方も多いじゃないですか。だった時にこれ、一般的にね、今回ちょっと非負整数、つまり0入ってますけれども、これがもし自然数だった場合ね、 x と y がじゃあ自然数でしたっていう場合、これ何分以上の整数は ax プラス by で表せるって置けると思いますか。これちょっと考えてみましょうか。まあ同様に別に実験してもいいですよ。実験してもいいんですけれども、ここです。どうですかね。まあこれ自然数ですので、ここがずれてきますけれども、これねちょっと答えから言っちゃうと、AB プラス1以上の整数はこういうふうに表せるんです。じゃあこれ証明できますかということでですね、ぜひちょっと今回ちょっと挑戦状ということで、まあぜひいろんな間違えてもいいのですね、コメントに載せてみてください。僕ももちろんいいねつけますし、あとは数学のね、もう分かりますみたいな人はですね、いろんな人のを見て、もしね、減点ポイントとかあれば注意してあげてみてください。マスラボっていうこの YouTube のね、コメント欄でも学べるっていうのがやっぱりみんなで作るマスラボの一つの強みだと思いますので、ぜひ何卒よろしくお願いします。ということで、今回は大阪大学、もしね、模試とかに出ましたらぜひ思い出してください。ということでお疲れ様でした。バイバイ。